ヒロです。マルサマルです。カイです。よろしくお願いします。今回ですね、マルサーがね、もともとは、役者、俳優として活動して、そうなんですよ、今に至るっていうことですね。役者畑の人間でした。はいはい、今回は、企画、マルサーの演技を見てほしい。イエーイ、恥ずかしい。恥ずかしい。やっぱりね、それだけお芝居の経験値があれば、相手僕がやるんですけど、僕がちょっとね、わざと下手にちょっとやったりとか、ちょっとセリフを間違えちゃったりしても、このマルサーの演技力で、そのお芝居、そのシーンを成立させることができると思うんですよ。うわ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 、ね、うわ。それができたらさ、はい、やっぱすごいんだ、マルサーさんの演技ってなるじゃん。ああ、なるほど。これを見てもらって、また違うお芝居の仕事が来たりとか。ああ、それは嬉しい。夢が広がるじゃん。それは嬉しいっすね。ちょっとドラマに出れるとか、ね。ああ、それは嬉しい。そう。それを見てもらおうと思って、今日2つね、シーンを、台本を考えてきたんで。あ、そうですか。はい。本当の父親じゃないと伝える。ああ、なるほど、そういうシーンなの。はい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 。で、僕が、お父さん役、お父さん役、血はつながってはいないんですけれども。ああ、はいはい、そうか。丸沢が伝えるのね。そうそう、本当の親じゃないよって。子供、息子役をやります。はい。なるほど。父さん、話って何？これはビンオ君ね。はい。お前ももう二十歳か、本当に大きくなった。どうしたの急に。お前に言わなければいけないことがある。驚くかもしれないが、落ち着いて聞いてほしい。はい。何？なんか怖いな。そうだ、これからもよろしくな。いやー、素晴らしい。素晴らしいですね、やっぱりね。マルサーがやると全然違うわ。あ、そうですか。うん、ありがたい。僕がやっぱ考えてたイメージやっぱ超えてきてますからね。ああ、本当に。ああ、じゃあいいシーンですね、これね。いや、もうこれすぐいけちゃうと思いますよ。父さん、話って何？お前ももう二十歳か。本当に大きくなった。どうしたの急に。お前に言わなければいけないことがある。驚くかもしれないが、落ち着いて聞いてほしい。何？なんか怖いな。実はお前は父さんの本当の子じゃないんだ。なんだって？そうだよな。戸惑うのも無理はない。ああ、そうだ。お前のその気持ちはよくわかる。父さんもな、本当に伝えようか、それは本当に迷ったんだ。だが、やはりお前には真実を知る権利がある。こうやって話すことに決めたんだ。社長みたいな握手あるんだ。キルユーポーン。息子よ。ああ、私はお前に殺されても仕方もないような、そういう生き方をしてきたかもしれない。しかし、お前を愛していると人、ほっと、これからも。投げ。はい、カット。カットじゃないよ。ちょ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 どうした？どうした？いやいや、はい、カットじゃなくて。いや、かかってるはずよ。もう、お嬢さんの話。お嬢さんの話。いいシーンになっている、やっぱ。丸さんの演技があれば。いいシーンになってる。なってる。ちょっと納得いかなかったですか？そうですね。もっと普通な息子が来ると思ってたから。そう来る可能性があるじゃん、相手がね。まあ、そうかそうか。それをやっぱうまくその丸さがさばいてかな。あー、なるほどね。演技で。はあ、はあ、そうだよね。そうそう。じゃあもう一回いきますか。あー、お願いします。はい、もう今度は、あ、はい、今度はもう、はい、もっと動揺しないでいけると思う。
いや、やはりお前には真実を話しておくべきだと思った。お前には真実を話しておくべきだと思ったって言った。そう言った。シェちゃんと伝わってた。シェ、いや、伝わってなかったらどうしようかと父さんもちょっと不安だったんだ。すごい。いや、もうこれ以上はないんだけど、いや、ただ、本当に伝えたいことっていうのは、いや、血は繋がっ…伝えたいことがあるんだと。お前のことを愛しているから。え、限りなく…いや、ちょっと父さんも、ちょっと調子に乗っちゃってないんだな、お前と一緒にこう父さんの番だよ。果てしない道を歩いていきたいとするんですか。トク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 。いや、だからお前は本当に私の家族だよって。血は繋がってなくても本当に愛して育ててきたから父さんの息子だよっていう、ちょっと伝わりづらいな。え、ちょっと伝わりづらいな。フィニッシュ。はい、カット。カット。いやー、最高の DJ 映画になりましたね。そうですね。どうですか、手応えは。ちょっとすり抜けていきましたかね。お、すり抜けていく。はい。あ、本当。おかしいな。まあ、もう一個シーンあるんで。あ、そうですね。そっちちょっとやってみます。あ、ちょっとお願いします。はい、リベンジをさせてください。はい。はい、もう掴みますから、次は。はい、お願いします。さあ、どうでしょう。刑事、ああ、なるほど。刑事が殉職する時のシーンってことね。はいはい。先輩、何してる？早く犯人を追うんだ。いや、でも、手当てをしないと先輩が、自分のことは自分が一番分かってる。もう俺は助からない。先輩、もう喋らないで。落ち着いてねえな、こんなところで死んじまうなんて。いや、もうできてる。やっぱすごい。お前に先輩らしいことを先生をしてやれなかったな。やっぱすごいわ。そんなことありません。お前の成長をあの世で見守った刑事になれよ。いや、もうこれはもう間違いないですね。先輩、なるほど。これはもう間違いないですね。先輩、何してる？早く犯人を追うんだ。でも早く手当てしないと。いや、先輩が自分のことは自分が一番よく分かってる。俺らも助かる。立派なデカになれ。先輩、もう死んでる。先輩、奇跡が起きるかもしれない。先輩。先輩が、なんてこと。
ともこんな扱い受けるとは思わなかった。やりましょう。ああ、ってやりましょうよ。でも絶対死ねないわ。カット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 でございます。ピースピースじゃん。よかったな。もう丸沢がそのどう演じるかと。空気感で感じて、やっぱマルターがシーンを作ってってるわけですから。あ、なるほど。それすごくね、できたと思います。伝わったと思います。伝わりましたかね。はい。ドラマのお仕事を待ってまーす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。